日向坂46高本彩花、みんなの夢の中に私はいない卒業を意識し始めた時期、同期との特別な関係性語る、僕の記憶の中でインタビュー。ファースト写真集、僕の記憶の中で、公文社、6月18日発売インタビュー後編。日向坂46、一期生の高本彩花、25が、イレブンスシングル、君は、ハニーデューの活動をもって、グループを卒業。モデルプレスのインタビューでは、卒業を決めた理由や後輩への思いなどに迫った。高本彩花、卒業を選択した決めて考え始めた時期とは。高本さんは11枚目シングルイレブンスシングル、君は、ハニーデューの活動をもって、グループを卒業されます。卒業を決めた時期や、決め手となった出来事などがあれば教えてください。高本、2022年3月に開催した、日向坂46初の東京ドーム公演、3周年、記念メモリアルライブ3回目の日向祭は、大きなきっかけだったと思います。グループにとっての大きな目標を達成できた時に、アイドルとして本当に悔いはないなと思いました。でも、個人としての夢だった、写真集というのも絶対に叶えたかったので、ここまで頑張ってこられたのかなと思います。今年の4月には同期の齊藤京子さんが、卒業されました。この数年間の中では、同期メンバーで卒業について話す機会なども、あったのでしょうか。高本、昔はそういった話をすることもあったんですけど、みんなの卒業が、だんだん現実的になってくると、少しずつ話しにくくなってくるんですよね。卒業の雰囲気もなんとなく察することが多いんです。言葉では表さないけど、心ではつながっている感覚というか。長年一緒にいるからこそ、会話とかその場の雰囲気とかで、この子は今、こんな感じなんだろうなというのは聞かなくてもわかります。私が卒業することもちゃんと話してはいませんでしたが、みんな多分気づいていたんじゃないかなと思います。高本彩花、日向坂46が大好きだからこそ、卒業を選ぶ理由。卒業発表時のブログでは、大好きだからこそ、この選択をしましたとも書かれていましたが、その言葉に込められた思いを教えてください。高本、メンバーのみんなのことが大好きだからこそ、ステージ上で輝いているみんなを客席から見てみたいという気持ちになったんです。ファンの皆さんの気持ちになってみたいと思い始めた時に、卒業という選択が浮かびました。私はグループを客観的に見てしまう癖があるんですけど、東京ドーム公演を終えた頃、5年後とか先の未来を考えた時に、メンバーのみんなが言っている夢の中に私は絶対いないんだろうな。私の卒業ももうすぐだろうなと感じて、リハーサルをしている時にも、ふと、私がいなくてもこのグループはどんどん上り続けていくんだろうなとか、自分がグループにいない世界をどんどん考えるようになったんです。